はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、ちょっと関東から離れまして沖縄にやってきました。で、今現在ですね、こちら、はい、見えるかな、はい、琉球村というですね、場所にやってきましたので、本日はですね、この琉球村、皆様にね、ご紹介していきたいと思います。はい、琉球村ということでね、ここは琉球の、もう名前の通りなんですけれども、村を再現している場所でございまして、エイサーショーもありますしね、もういろんな撮影場所がありますので、今日はこちらを楽しみたいと思います。まだ中には入ってないんですけれども、いきなりかなり雰囲気いいですね。そして室内なので雨が降っても大丈夫って感じ。こういう琉球のコスチュームもね、借りれますので、これを着て写真撮影とかもいいんじゃないですかね。地図がありました。こんな感じです。で、今ここなんですけれども、まっすぐ行ってチケット買って中に入ると、琉球のね、街並みが見れる場所となってます。めっちゃ広そうですね。本当まだ中入ってないですけど、ここら辺でもすでに楽しめるというね、チャンプルー劇場というところがあります。なんかやるんですかね。入り口です。横にシーサーがいます。では早速中行きましょう。いや、めちゃくちゃいいな雰囲気。南国ですね。で、ガイドツアーもありますし、エーサーショーはね、1日4回あるみたいですね。お値段はこんな感じです。いろんな家があるらしいです。中入ったらこんな感じで、めちゃくちゃ雰囲気いいですね。お、蝶々もいる。どうやら11時半からガイドツアーが無料であるらしいので、それに参加しようかなと思います。やっぱね、ガイドはあった方がいろいろね、わかるでしょうしね。いや、いいですね。でもこの雰囲気めちゃくちゃいい。超沖縄って感じです。お、そして蝶々綺麗だな。なんか見たことない蝶々でしたね。沖縄に生息する蝶々、なんか見たこともない木があります。実もなってますね。食べれるのかな。なんだこりゃ。いいね、雰囲気素晴らしい。と、沢藤とかいますが、夜だけ咲きます。一夜限りの花、幹線道路に植えられておりますね。うん、タコの実だって。タコの実。昨日あれ、なんだろうねって言ったの。タコの実ね。沖縄の祭り、はい、皆様、沖縄の三大祭りと言いまして、これから12時に始まるエイサー、エイサーはここが観光客用のエイサーです。あの、地域地域の朝のエイサーが厨房にあります。で、エイサー好きになったら一月後、那覇の大会、コザの大会、うるわしの大会って言ってコンクールがあるんですね。あれ見た方がね、伝統のエイサー素晴らしいよ。でかすぎるでしょこれ。よかったら一緒に乗る。どうやって敷くのこれ。どうやって持つの。あのね、お客様、これは総重量43トン、すご、全長 200m あるんですよ。ここは中心のオス綱とメス綱が結合してる部分なんです。で、後ろの方に行くにつれて枝綱が140本も出ているの。これを1万5000人ぐらいで握って引っ張って、勝負ついたら切って持ち帰る。縁起がいいから。なので毎年この大綱、
毎年作ってるわけ。およく似てるのがこれ。また違う。違うんだ。これから海岸線に多く自生してるのがこのアダンです。タコロギ科。で、実がパイナップルそっくりです。まずいんです。まずい。まずいんです。ヤシガニの好物ですね。食糧難の頃は生で食べると、まずいさつまいもをかじってるよ。あとは旧盆に、お仏殿にパイナップル代わりに備えました。で、リヘデビルド。昼夜一杯地裁便。やぐと、カーギが集めて、イチャビラや。チャイアビーが、生ワンがイチョルクと、若いビシェビーがやったい。どうね今、全部方言使ってみました。うん、長々。外国語。ね、80ぐらいのおじおばあが友人同士だったら大体こんな言葉よ。で、孫と接したら標準語ですね。で、そうそうそう。皆さん、この上の木は沖縄らしい木でガジュマルです。ヒゲがゆらゆら揺れてますが、この気根、空気中の水分を吸収するそうです。枝いっぱい広げた分根も広げまして、お家を持ち上げるぐらいパワーがある。だから狭い敷地には植えないで、広い公園、校庭に植えて木陰作り。めちゃくちゃいい雰囲気。そしてめっちゃ広いね。長寿のお茶、はい、もう 5,60 年前まではほとんどサトウキビだらけで、沖縄鳥は水牛がいません。八重山から連れてきました。では今ね、無料のガイドツアーに参加してちょうどあと3分でね、エーサーショーが始まります。楽しみですね。よかったら手拍子の方よろしくお願いします。スイン、エーサー、スイン、はい、エーサーショーでした。いやーすごいね、迫力があって素晴らしかったですね。もう1日ね4回あるので、これはもう絶対見たいとこですよね。でエーサーの他にもね、いろいろショーがあるみたいですね。はい、ということで本日はですね、こちら琉球村ご紹介させていただきました。すごいね、琉球の街並みとか、あとエーサーショーとか見れてね、もうとってもね大満足でございます。ぜひね皆さんも来てみてください。はい、それではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。